んですよ。笑ってる、上が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 ってる、ここにこれよりもなんかちょっとズレがあるんですね。あ、なるほど。左の方の方が上がってるんですよ。まあそうですね、だいたい右の方がいつも下がってます、うんうんうん、あの鎖骨折れてるとこ、うん、まあ、そういう影響でちょっとしょうがない部分もあるのかもしれないですけど、そうなんですよ。でもまあだからといって、あ、じゃあ、あの、そういうもんだからっていう風にしてしまうと、え、マジですか、治るんですか。あの、まあ、治るっていうのはないんですけど、はい、もうこうなっちゃう、うんうんうん、だとは思うんですけど、それって多分そのままにすると助長していくというか、できる範囲ではやっぱりその差を埋めておいた方がいいと思うんですよ、はい、全く同じようには、まあ、もちろん無理なんですけれども、うん、そのもっとひどくなるのを予防するみたいなことができるので、うん、はい、それをしておかないと多分こうだん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 それが広がっていってしまうんですよね、はいはい、だん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 こう年々足の方までとかっていう風に歪みが強くなっていくっていうのが怖いので、はい、でももう20年ぐらい前ですもんね、うん、そうなったのもいてててててて、ね、しょうがないとかもそういうもんだっていう風にしてしまうと、うん、うん、まあ、どんどん固まって いってしまうっていうのがあるので、うん、まあ、できる範囲ではやっぱりその左右差とか、まあ、そういうの作らないようにっていいますかね、うん、うん、広げていかないようにっていうような、ないに越したことはないってね、うん、そうですね、できる範囲ではやっぱりやっておくに越したことはないので、かなり足があったかくなりましたね、はい、足あったかくなりましたね。なんで2回行ったんですか。痛い痛い痛い。そうですね、受けてる人からしたら分かんないですよねちょっと今動いてたんで。そうですね、そうだよはい、ですね、まあ、多分だいぶ体軽くなってると思うんで、はい、はい、まあ、起きてみていただけますかね、はい、じゃあ撮ってください。ああ、はい、お疲れ様でした。そうです、肩叩きますね、はい、腰がちょっと痛いですね。あ、本当ですか。うん、あの腰ってもともと痛かったんですか。そうですね、あ、最近ダメだ。結構この肩首の硬さがすごく強くて気になったので、はい、どちらかというとそっちをメインにしたんですよね、うん、そしたらもうちょっとだけ前の方に、はい、あの手術出すように座っていただきますね、はい、はい、じゃあ、 あのそのままあのお辞儀するような感じですね、はい、あの頭から腰から下げていく。そうそうそうですね、じゃあ、はい、で上げていってください。はい、ではもう一度お願いします。上げて大丈夫ですよ、はい、お願いします。腰の感じどうですか。全然違う、はい、全然違う、はい、痛くない、はい、よかったですああ、やっぱすごいあれですね、ん、肩
が力入りやすいですね。あ、そうかもしれないですね。結構なんか今お忙しいですか、あれやらないとなとか。いやー、どうですかね自分ではそんな風に思ってないですけどね。そうなんだ。まあちょっとさっき嫌なことがあったっていう風におっしゃってたんで、うん、割とまだちょっとそれってここ解決してないというか、解決気になる状態ではあるんですかね。いや、もう過ぎた感じですか。はい、おととい解決しました。あ、そうなんですね。体重はどっちに楽に顎引くような感じにしていただいて、普通に座っておいてください。これどうですか、左右差ありましたか。均等ですけどね。均等に来て、はい、あ、よかったです。あ、そう、いた、ストレッチですね、うん、どっちが痛いですか。引っ張られてる感じは右で、うん、痛いのは左ですね。なるほど。はい、じゃあ頭の処理を組んでいただいて、伸びてますか。はい、すごく、はい、自分ね、限界があるよな。伸びてますか。はい、はい、やっぱあの過剰に力が今のとかも軽くでいいんですよ、うん、でもグーってしてたんですよね、うん、だから多分それだとやっぱすごい疲れちゃうし、はいはい、癖ですね。まあ癖っちゃ癖ですが、うん、多分こう後天的なものというか、うんうん、環境から来てるもの、まあ、やっぱ体が痛いとかっていうことで出てきてる部分、うん、まあ、怪我されたりとかもあるので、うん、まあ、その緊張というか、うまく体が、まあ、コントロールがちょっとね、うん、難しいところがある、思うようにね、いかないところがある、あることが、多分こう怪我、大きい怪我されると、残るんで、はい、まあ、よくね、最初そういうこともあるのかなと思うんですけど。あと今神経過敏になってるところが、うんうんうん、すごくこう見てて感じるのはそうですね。気張ってるずっと、うんうん、いろんなところで多分こう刺激が必要以上に入ってきてしまって、うん、力も必要以上に入ってしまうと、うん、はい、うん、でもよかった、うん、まあ、でもあ、そうなんだって分かるだけでね、うん、ちょっと力抜ける部分あるかと思うので、多分今まで無意識にそうだったので、とりあえずそういう状態なんだというふうに認識していただくといいかなと思います。あと多分結構こう自分以外のところに関しても気になっちゃったりとかが多いんですよね。がありすぎて、うん、多分休まらないっていうのがあるので、はい、もう自分以外のものに関しては自分ではどうしようもないとかっていうふうに、ね、そうですね、もうその諦めというか、うん、うまくちょっとそこは逃すようにしていかないとかもですね、うん、はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ちょっとでは立ち上がってみていただいていいですか、はい、もう全然違いますから。はい、違いますから、本当に全然違うあ、全然違う、あ、大丈夫になります、うん、腰の方も大丈夫ですか、本当に違う、はい、はい、無理されないでくださいね、はい、多分結構あの気張ってて、うん、気がつかなかった部分だとか、うん、あの軽い、うん、そうですね、だいぶまあ軽くはなったと思います。ドッジボールしたい気分はい、お茶飲んでいただいてね、はい、はい、あの少し今日はゆっくり、はい、まあその飲み会の時間まで多少時間はあるんですかね、はい、そしたらその間だけでもね、はい、進んでいただいて、はい、早めに引き上げるように、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you.